今日も未来の自分に出会うために未来の自分がどんな自分か、はい、想像しながら勉強しましょう。ヒントになることを伝えます。人生、過去、今、未来、言葉という道具です。毎日使います。おはようございます、こんにちは、こんばんは、さようなら、ピョコーゴルゴ松本です。今日も未来の自分に出会うために未来の自分がどんな自分か、はい、想像しながら勉強しましょう。ヒントになること伝えます。毎日使う道具を大切にしてください。毎日使う道具、今まで使ってきた道具、自分の身の回りにあるもの、そして自分の中にあるもの、これ全部道具です。じゃあ道具のお話、道具、自分の道、つまり人生、過去、今、未来、いいですか、過去、今、未来、自分の人生に道具の具、備える、寄り添うもの、それが道具です。自分の人生、仕事、趣味に寄り添うもの、備えるもの、手となり足となって、はい、ここに書いてある財産となるものが道具ですので、大切に扱ってください。大切に扱うと自分の手となり足となりますので、はい、心が、命が、魂が宿るのが道具ですので、今使っているもの、これから使うもの、今まで使ってきたもの、すべてにありがとうを伝えてください。はい、さあ道具の話からいきますよ。そんな道具の中でずっとずっとこれからも使っていく道具、はい、それが言葉という道具です。毎日使います。おはようございます、こんにちは、こんばんは、さようなら、また会いましょうね、ありがとう、ごめんなさい、なんて言葉がありますが、自分の言ったことは葉っぱのようになりますよと書きます。葉っぱ、葉っぱっていうのは木になってますね。山や森の木になってます。木片に支えるとか言って枝っていう字なんですけども、枝になるのが葉っぱなんですね。葉と言います。それがなぜ毎日使う言葉になってるか、ことの葉と昔言いました。はい、自分の発したことは葉っぱのようになっていきますよ。葉っぱの役割、太陽の光浴びて光合成をして、はい、でんぷん養分作りながら命の酸素を作り出しています。その命の酸素が我々人間、生き物に必要なものです。その見えない空気、空の木って書くんですけど、空じゃないんです。透明なだけで目に映らないものを空、空って表現するんですけど、空じゃないです。そこに命の酸素があります。それを作ってくださってるのが葉っぱ、ことの葉、自分の言った言葉は葉っぱのように繰り返し繰り返し命の酸素のように再生する力がありますよ。それを昔から言霊と言いました。だから自分が発する言葉には責任持つ。ですからこのことっていうのはもともと祭という入れ物があって、祈りの言葉を入れる、紙に書いたりとか入れるんですけども、そこに刃物、これ針です、針を刺すんです。自分の言ったことには責任持ちます。これが、はい、今使ってるって言ったら、これ、この字、上の字はこういう字です。私激辛やってます。本当にこれ辛いんですけど、辛いんです、そこに繋がるんですけど、自分の言ったことは責任持つというもので、刃物、これがこの形になっております。はい、毎日使う言葉には責任持って、自分で、その今言った言葉の継続が未来の自分の力になっていきますので、いい言葉を言ってください。いい言葉を言い続けると、いい葉っぱだらけの人生になります。逆に悪い言葉を言い続けると、悪い葉っぱだらけの人生になりますので、特に子供たち、未来の自分、どんな自分に出会いたいか、毎日使う言葉、自分が聞いて心地いい言葉をたくさん言うようにしてください。最後の締めはありがとうだよ。常にね、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、もう嘘でもいいからありがとうが言えるぐらいになっていくと、はい、100回も200回も500回も1000回も1万回も言ってると、自然と本当の感謝のありがとうが出るようになる。それが言葉の力でございます。自分の言ったことは葉っぱのようになる。それが言葉は事の場になっていくよ、未来に。はい、出来事になりますよ。ことはことでございます。そして
大切な言葉、人をね、幸せにする言葉もあれば、人を傷つける言葉もあるね。それは、自分の言ったことがこういう、こっちの歯だ。刃になんだ。刃。ことの歯、こっちにならないことを気をつけてね。優しい、愛のある言葉をたくさん言えるようにしてください。自分の耳で常に聞いて心地いい言葉、それは人が聞いても心が心地よくなる言葉なのでね。いいね。人を傷つけちゃダメだよ。以上。